A ランクベニーでホームランを打てるまで終われませんということで、今日はね、これまあ試合ね、もうこれ全部音声後入れなんで全部終わってるんですけど、まあ今日はなんかおしゃべりしながら、動画を見るという新しいジャンルでやっていきたいと思います。 OK、 まあこれはだいたいベニーのね動画を集めたやつなんで、まあ見どころはそれなりにあるかなと思います。まあ結果的に A ランクでねホームランを打てます。ことはまあ S ランクね出たらまあそれほど強いってことなんですけど、今日はねベニーに関する話をたくさんしていきたいと思います。で軽く能力からですね、ミーパー A の8082パワー比で、センター C の総力65、これね総力65でねセンターってなかなかきついよね。まあ、A ランクだとね D の55なんで、もっとねさらにやばいんですけど、本当に守備範囲狭い。俺がねプロスピで使ってきた選手の中でダントツでね守備範囲狭いんで、これだけはちょっとまず S ランク持ってる人もね気をつけた方がいいかなと思います。なのでまあ俺もちょっと S ランクゲットしたとしても守備範囲がねあまりに狭すぎると DH 起用になるかな、ポランコとね、まあ、DH 争ってもらおうかなと思ってます。でまあ守備も積極なんで、その分また守備範囲も狭いのかなっていう気もしますけど、まあ適正に関してはねそんなに悪くはないんで、マジで走力と守備身長がねこれだいぶね悪影響を及ぼしてるかなと思います。で次は特能ですね、パワーヒルチャンス回選球眼ということで、これね称号しっかりつけて特殊能力ね全出しするとパワー99いくらしいんで、いやパワー99いったらねいくらパワーヒルでも強いですよ。だからまあいかにチャンス回を出せるかっていうのがね大事かなと思います。であんまりベニーのね現役時代にちょっとまあベニーが活躍したの俺が2歳とか3歳の頃なんで、もちろんね名前とか映像で知ったりはしたんですけど、ちょっと具体的なね成績だったりはあんまり詳しく知らないんでちょっとね、調べました。そして寸評をね見てみると、2004年はチーム3冠となる打率3割1分5厘35本塁打100打点の成績でシーズンを終えた。また守備走塁の面でも外国人としては期待以上の動きを見せ、センターのレギュラーとして活躍しチームトップの8盗塁。これチームトップの8盗塁ってなんやねんマジで。右投手にあまり強くないという前評判があったが、この年は左右関係なく打ち三振が少ない勝負強い面も見せたということで、いやめちゃくちゃいい選手ですね。まあ個人的なねベニーの印象としては、なんかバレンタイン監督があのメッツからね連れてきた、なんて言うんだろう、弟子というかなんか相棒みたいなねやばい怪物みたいなね、そんなイメージがあります。でもなんか実際はね、あのイスンヨプの方が韓国でね活躍してきて、まあ当時ねイスンヨプの方が注目度を大きかったらしいんですけど、シーズンがね、始まるにつれてベニーやばいんじゃないみたいな、イスンヨプよりこれベニーのがやばいんじゃないみたいになって、結構ね注目を集めていったみたいです。ということでちょっとプロスピの画面に戻りましょう。この動画スタイルバリ疲れる、やばい、ずっと喋ってるんでね。さあこれは茶谷です。しかもこれベニーに代打出してます、企画崩壊してます。でもこれね1点取らないと負けなんで、さすがに A ランクではダメだということで、いやさすが茶谷ね、あの逆境出た茶谷はね強いんですよ。ということでこれベニーですね。ソフトコバさん、これ一番きついね。 S ランクだったとしてもね、こういうピッチャーの時はね、うん、これはシンプルに下手いんですけど、シンプルに多分結構きついと思う。でこの試合かな、多分40分ぐらいかかったから、おそらく何試合かカットしてるはずだけど、まあまあまあこの試合でねバコーン、セルフ交換音。いやーこれ A ランクでさ普通に打てるってやばくない？結構正直あんま打てるとは思ってなかったんですけど、意外とねすんなり打てましたね。しかも打率が多分ね5割超えてたんで、いや A ランクでもこんな打てるんやと思ってね、 S ランクめちゃくちゃ楽しみです。いやーこれは良くないライドラの打ち方。いや今のは打った方がいいですね。ちょっと実況解説みたいになってきたわ。お、いやーちょっとタイミングが遅いですね。今のコースは引っ張った方がいい。まあということで俺の打撃理論をね喋、っていきたいと思います。ここからは、いやー詰まってるね。まあこれは能力ゲーですね。多分茶谷とかだったら普通にレフトフライ、里崎もレフトフライ、いやあれアーティストだから超えたみたいなとこありますね。さあ休憩してきました。ちょっとこれマジでね8分間喋り続けるのはマジでしんどいです。いやボリックは今の下手だね、よくないわ。守備はいやベニーセンター C な、本当に悩むよな。
ブランコがアーティストになればさ、どうかな、さらに難しくなるか。まあ、この試合はノーカットなので、ミマさんの配球講座でもやりましょう。今のは、セカンドゴロ狙いなんですけど、相手落ちるの分かってるんで、落ちるの分かってる人は基本的にうまい。で、分かってる人にフォークはもう投げちゃダメですね。投げるなよ。めっちゃ警戒してるね。スラブ。このコースボール。このコースはボールなんよ。いい球。あのね、なんていうの、線が交わるところに投げれば、ちょうどね、ギリボールになってくれるんで、めっちゃいい。で、引っ張り警戒の、いや、もうちょっと低めに投げたいね、これ。でも、このコースのスライダーね、強いです。で、このね、交わるところに投げると、ストライク。まあまあまあ、ギリボールになるんですよね、大体。ちょっと今のはね、良くない。で、スライダー。こんな感じ、こんな感じ。いい配球です。あ、これ、ミノさん取りに行ってますね。これ、基本的に、こうなります。あ、ボール？え？で、スラーブ。いやー、今のは甘いね。うまいの、うまい人持ってかれるよ、今のは。さあ、ポランコ。打つのか？ちょっとね、俺もうこれ結構前に取ったんで、忘れてるんですよね。いやー、うまい。いやー、これはうまいわ。自画自賛できる。今のはね、ポランコマスターのヒットですよ。さあ、この里崎は強い。打つのか？いやー、これですよ、これ。マジで広角さえあればね、結構、マジ12球団でも全然使えレベルの強さ。で、これは代打出さないのかな？俺だったら出すけどね。出しませんね。出せ、出せ、代打出せ。絶対にその能力じゃ無理だよ。あ、行くんだ。いや、結構警戒してますね。配球がね、ちゃんと上手い人の配球してる。あ、これ甘い。いやー、でも超えないよな。大松さんだったら超えてたって、絶対。絶対ミスってるって。で、代打でこれは堀さんだよね。ちょっとミスってますね。さっき堀さんの別に良かったんだけどね。いやー、ダメだね。論外論外。めっちゃ下手です。さあ、ベニー。ベニーちゃん、打ったんかな、これ。打ったような気もするんですけどね。どうなんだろう。まあ、千賀さんはね、まっすぐ合わせで、ツーシームを。お！まあ、S ランクだったら多分直かなってぐらいですね。悪くない。A ランクであんだけ飛ばせるんだったら多分 S ランク、もうちょい飛ばせると思う。さあ、まあ、2点あれば大丈夫でしょう。あ、これはまずいぞ。さっき合わせられたからな。オッケー。基本的に、こんな感じ。なんか、ボロになります。あのコース投げると。お、いい配球。このスラーバーいいよ。マジ？これ相手が上手いっす。別に今の配球はいいと思ったけどね。で、基本的にスライダースラーブ、フォーク、まっすぐシュートかな？あ、これは甘いですね。上手い人だと左中間勝ち込まれるよ。さあ、2アウトです。あと1アウト。このスラーブめっちゃ投げるね。今の、まあまあいいか、オッケーオッケー。ということでゲームセット。まあベニーさんは、ランキング走ってね、また4日後ぐらいに S ランク動画出します。